皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1954年公開の、ゴジラ。監督は本田一郎。脚本は、村田武雄と本田一郎。主な出演は、宝田明、高知桃子、平田明彦、など。1954年の日本。貨物船栄光丸が太平洋上で突如、謎の悪熱光により炎上、沈没した。それは何度も行われた水爆実験によって、太古の生物が目覚めて暴れたことが原因だった。その凶暴な怪獣はゴジラと名付けられ、やがて東京へ向かう。というストーリー。ゴジラの記念すべき第一作。日本の怪獣映画の原点であり、大人気シリーズの始まりともなった金字塔。まず当時でこのクオリティの作品を作り上げたことに驚く。第二次世界大戦の記憶がまだ生々しく残るこの頃に、ゴジラはまさに戦争、そして核兵器が具現化されたもの。一方で、純粋にエンターテインメントとして今見ると、特撮映像の出来や話のテンポの遅さなど、ちょっと辛いのは確か。それでも上映時間は比較的短いので一見の価値はあり。ということで、評価は。Thumbs up!